エフレムは4世紀のシリアで活躍したキリスト教の修道士、聖歌作家、神学者、タスクサイ。聖教会、東方諸教会、カトリック教会、聖教会、ルーテル教会における聖人。聖教会ではシリアのかつに煮物聖エフレムと呼ばれる。現在のシリアとトルコの国境に位置する西スで生まれ、母語は古典シリア語。昔、 東西交易の合流地として大いに栄えた西ビスの町はその後破壊され現在はトルコのヌサイビンという小さな町になっているエフレムはアリウス派の反爆などに活躍しシリア語で多数の祈祷文を著作したシリアでは今もそのまま用いられている彼の祈祷文はギリシア語にも多数翻訳されている以下は確認された歴史的事実としての記述ではなく 教会の伝える伝承の概略である。4世紀初頭に現在のシリアとトルコの国境に位置する西ビスの貧しくも敬虔な農家に生まれた。エフレムの祖先は古事記であり、農家となったのは祖父の代からであるという。まだ迫害が続いている頃であったが、敬虔なキリスト教徒であった一家で、エフレムも敬虔な信者となるよう教育された。しかしエフレムは、 少年時代は短期でわがままな性格であり、よく喧嘩をし占領な言動をとり、神の存在にすら疑問を持っていた。ある日、羊飼いに人よの宿を頼んだエフレムは、狼が羊を噛み殺していったことを、エフレムが同族を手引きして、羊を盗もうとしたと誤認した羊飼いによって、訴えられ、無実の罪で投獄されてしまった。牢獄には他に二人の無実の罪で投獄された者が、 いた。三人は無実の罪で牢にいることを生通り、忍耐して日々を送っていた。しかしある夜、エフレムの夢の中に声が聞こえ、神の胸を思い起こして、これまで自分のしてきたことを帰り見るよう告げられたエフレムは、自分の今の境遇は過去の罪のためであると悟り、仲間の二人にもこのことを語った。そして揃って三人とも開会して、敬虔なものとなった。 後にエフレムは、潔白が証明されて釈放された。深い拓意の念を持っていたエフレムは釈放後、近隣の山に去って陰遁者となった。西ビスにおいて優れた金欲者として知られた司教、イアコフの弟子となって、指導を受け、高徳者となっていった。イアコフは、エフレムの特性と才能が発揮されるよう排除し、説教と学校での子供たちへの教育を行わせ、 第一全地公会に、イアコフが赴むく際には随行させた。イアコフのエミンエデッサに赴むき、そこの修道士たちと交流しつつ、多くの人に説教を行い、またアリウス派への反駁と、同調者への説得、協議に当たった。その従順さゆえに自分を誰よりも罪深いものと、みなしていたエフレムは、晩年、エジプトのアラノの偉大なントン者たちの偉業を見たいと思い、 エジプトに赴むいた。エジプトでエフレムは尊敬すべき客人として迎えられ、エフレムもイントン者たちとの交わりの中に大きな慰めを得た。キロ、エフレムはカッパドキアのカイサリアに立ち寄って盛代ワシリーのもとを訪れた。ワシリーはエフレムを主催にのぶししようとしたが、エフレムは誇示し、何度かの説得によって、ようやくタスクサ職に就くことを承諾した。後に、 ワシリーはエフレムを主教として招こうとするが、エフレムは謙虚さから死ぬまでタスクサ職にどまった。エデッサに戻ったエフレムは晩年をトン者として過ごそうと考えていたが、神の胸によって再び人々のために働いた。エデッサで飢饉が発生した折には、富裕な人々に食物を分け与えるよう説得し、寄付金で救済施設を建設して、 多くの貧民や病人を救った。その後、エフレムは再びエデッサ近郊のホラー穴に隠遁し、死ぬまでそこに留まった。多くの祈祷文、聖書仲介が残されており、それらは聖教会において高い評価を得ている。エフレムの作った祈祷文の中で、聖教会で大時期間中、土曜と日曜を除き各祈祷ごとに用いるエフレムの祝文がよく知られている。 聖書の仲介は、旧約、新約の両方にわたっているが、特にもう世語書の仲介が特筆される。エフレムの著作は、修行の中心を祈りと共同生活のための労働としていた当時のシリアの修道士たちの生活の全体像を伺い知ることができるものと教会では評価されている。ありがとうございます。